はい、おはようございます。本日はですね、9月11日月曜日でございます。車の中の気温はね、先ほどね 27.5 度だったんですけれども、今 27.3 度まで下がっちゃいましたね。なんでかというとですね、これ実はもう3度目の収録のやり直しなんですけれども、一番最初にね収録した時、まあ、27.5 度、2回目も 27.5 度で、まあ、変わってなかったんですけど、さすがに今はもうね走り始めてちょっと経ってますので、車のエアコンが効き始めてきてね 0.2 度ほど下がってしまったというそんな状態です。もう何なんだろう今日は一体。2回もね電話で邪魔されるとはね、朝っぱらからね邪魔されるとは思わなかったですね。そんなわけでね、まあ、天気はね晴れなんですが、雲が多い晴れと言った方がいいですね。そんなわけで、まあ、今日は月曜日ということでね、まあ、世間一般皆様から見たら今日から仕事始めという方がね週始めということで多いと思うんですけど、私から見るとね、まあ、今日はもう週末みたいなもので、明日明後日がお休みなのでね、皆さんから見るところの金曜日みたいな、そんな感覚でございますけれども、まあ、やっとお休みが来るなという状況ではあるんですが、何をお話ししようとしたんだっけな。もうね、一番最初にね話そうと思ってたことがね、1回電話で中断されて、また2回目も中断されて、今回これで3度目なんで、まあ、3度目の正直ということでね、今収録してる状態なのでね、もう半分笑っちゃうようなそんな状況なんですけれどもね。あ、そうそうそう、それでね、実はね、あれポッドキャストでこれまだお話ししてなかったかもしれないんですけれども、マストドンではね何回かツイートしたんですけれども、まあ、PS5 ソニーのねプレステ5ですね、これをねもう7月6月だかに、まあ、購入したわけですよ。でね、ゲームはまだね、ダウンロード販売のやつをね、安くなってたやつをね、バーチャロンだ、バーチャファイターかな、をね、買ったんですよ。でそれしか買ってなくて、で今ほとんどやってないんですね。で何かゲーム欲しいなと思ってましたら、私がねプレステ2を買った時に唯一買ったゲームがあるんですよ。プレステ3は私持ってませんので、プレステ2、あ違う、プレステ3だ、ごめんなさい、プレステ4を買ってないんですね。プレステ3を買った時に唯一買ったゲームがあって、プレステ2の時だ。ごめんなさい。プレステ2の時だ。プレステ3は結局ゲーム買わなかったんだ。プレステ2を買った時に唯一買ったゲームがありまして、新三国無双っていうね、もう本当アクションゲームで格闘ゲーみたいな感じの、ゲームを買って持ってたんですけど、そうだ。もうだから20年以上前の話ですね。で、最終的にね、それはね、会社の同僚の女の子にね、あげちゃったんですね。もうあのプレステ2は友達に永久貸し出しで戻ってこないから、ゲームだけ持っててもしょうがないからこれあげるよってあげちゃったんですけれども、でその新三国無双、まあ、ちょっとした時間つぶしにはちょうどいいゲームだなと思ってですね、で今プレステ5で対応してるものなんかないのかなと思ってみたら、プレステ5用だと新三国無双8、今8まで来てんですね。でエンパイアっていうのかなというバージョンのものがなんか販売されて いたんだかいるんだからしくてですね、で新品で買うとね、8000円弱、7000円台ぐらいするらしいんですよ。さすがにねそこまで出せないなと思ってですね、そうだ、中古で探そうと思ってメルカリを久しぶりに、アプリ起動してね調べましたら、4300円ぐらいだったかな、なんかそのぐらいでね出てたんですよ。で、ポイントがね、500いくらかな、なんかあったので、それを使って、ポチりました。でね、今日一応ね、何でしたっけ、猫ポスか。猫ポスでね、届く予定になってますので、まあ今日の夜にでもね、早速開けて、とりあえずまず使えるかどうかのね、CD だか DVD だか分かんないですけれども、円盤になってますから、
読み込みエラーが起きないかどうか、ちょっとその辺をね確認しながらですね、作業をして最終的にメルカリのね、その評価の方をしていきたいななんて思ってるんですけれども、まあね、そんなものをポチりましたという、もうなんかどうでもいいお話ですね。なんかねもう電話のせいで中断ってなっちゃいましたので、もうね会社の目の前までもう来ちゃいましたのでね、今日のポッドキャストラジログは本当これだけの話で終わりになってしまうんですけれどもね。ただこの新三国無双8エンパイアっていうのがですね、私がねプレステ2時代に買ったものとだいぶね内容が違ってるみたいでして、どうもね国取り物の要素がなんかね増えてるみたいなんですよ。新三国無双、昔の私が買ったバージョンはね、ただひたすらね、敵と戦うだけだったんですけれども、これはね、なんかね、ちゃんと領地があって、それで敵を攻めるとかね、なんかいろいろそういうのがあって、で、三国志時代ですよね、中国を統一するっていう、なんかそういうね、シミュレーション的な要素もどうもできてるみたいです。ちょっとこれはね、実際に商品届いてね、プレイしてみないとどんな感じなのかよくわかんないんですけどね。まあ、ちょっと楽しみだなという感じがしております。はい。そんなわけでね、もう会社に到着してしまいましたので、本日のラジログはこの辺りで終了したいと思います。それではまた。